才蔵、お主とは決着をつけんとな。望むところだ。腰のものを渡してもらう。すべてはお主の計りごと。与党は初めからお主のもとにあったのだ。いかにも。だが与党とは名ばかり。この村はさ、容器など全く持ち合わせてなどおらん。この刀が与党と呼ばれたのは、つかんなものが偶然天下人だったというだけのこと。しかるに猿とこの刀を秀頼が手に入れたところで、もはや天下は動かんぞ。それが分かっていて、何故ことを図った。家康公が恐れたのはお主ただ一人だが、お主を正面から撃つのは容易なことではなかった。お主には闇の軍団がいたからな。そこでわしは五右衛門を焚きつけ、お主ら闇の軍団の殲滅を図った。両者がぶつかり合えば、おのずと残るはお主ただ一人。持ちながら天下に逆らうとは惜しい限りよ。家康がまだ天下を治めたわけではないわ。この場に及んで血迷うたか。天下はすでに徳川のもの。それがわからぬお主でもあるまい。十兵
お主の言う天下とは日の当たる天下のみ。光あるところ必ず闇あり。いやしくも天下を治めようとする者、その両方を制してこその天下人だが、家康は必ずや片方を落とすことになる。闇において勝利するは我が主君真田幸村様。哀れかな佐助、それもここでお主を討てば闇を制したも同じこと。この十兵衛の剣、時流れに抗う者は全て斬る。さらば佐助。サスケ様が。翌日、大阪夏の陣の火蓋が切って落とされた。